自由広場は、ジョージアの飛びり市中シンブルスタベリオ大通り東端に、ある広場。ロシア帝国時代は、エリバン広場、エリバンスキー広場内しパスケビチエリバンスキー広場として知られ、ソビエト連邦時代は、ベリア広場及びレーニン広場と呼ばれた。1870年代のパスケビチエリバン広場、この広場の名前は、ロシア帝国によるエリバン征服を称え、 ロシア帝国陸軍のウクライナ人将軍である、エリバン・ハクイバン・パスケビチにちなんで名付けられた。ソビエト時代、広場の名前は二度変更された。一度目の変更では、ベリア広場に、二度目の変更では、レーニン広場となった。その後ロシア帝国が崩壊し、グルジア民主共和国が成立した1918年、この広場は、自由広場と命名された。 自由広場は1907年チフ,フリス銀行強盗事件の事件現場であり、また、ジョージアのソビエト連邦からの独立、バラ革命など様々な大規模なデモが行われた場所でもある。2005年、ジョージアのミヘール・サーカシビリ大統領とアメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領が第二次世界大戦終戦60周年を記念して自由広場にて、 約10万人の監修の前で演説を行った。この際、ジョージア系アルメニア人のウラジミール・アルチュニアンが手榴弾を投擲し、ブッシュ大統領の殺害を試みる事件が発生した。自由の記念碑、セイゲオルギオスの像自由広場の北側には、噴水とアレクサンドル・プーシキンの胸像が設置された小さなオープンスペースがある。このオープンスペースの近くには有名な 共産主義者カモが埋葬されていたが、スターリン体制下に非公開の場所に移された。ソビエト連邦時代には、ウラジービル・レーニンの大きな像が設置されていたが、1991年8月に撤去された。2006年11月23日、広場中央に、セイゲオルギオスがドラゴンを討伐したことを描いた、自由の記念碑が落成。この像は、 ズラブツエレテリによって制作された。この自由広場からは、ルスタベリオー通り、プーシキン通り、コテアプハジ通り、シャルバダディアニ通り、ガラクティオンタビゼ通り、ギオルギ・レオニゼ通りの6本の道路が分岐している。ありがとうございます。